皆さんこんにちは。シティーズスカイライン、今日も続きをやっていきたいと思います。はい、現在ご覧いただいているのは、前回ですね、新しく、マップを開放しまして、そこに作った産業区域ですね。だいぶ建物が立ち並んできたんじゃないかと思います。で、車もだいぶ増えてきまして、産業が活発に行われているということですかね。ただちょっと渋滞は気になりますね。産業区域で作った商品をですね、運ぶトラックとか、あとそうですね、これゴミ運搬車両ですね、この白いのは。それと、あと通勤ですね、ここに働きに来る人たちは、この高速道路を使って、通勤するしか今手段がないので、おそらくこの高速乗り場ですね、ここを通って高速に乗りまして、で、通勤しているという、そういうことだと思います。その辺がね、重なってちょっと渋滞が、渋滞まではいかないですかね、車がだいぶ増えてきたなという印象ですね。はい、で、現在の街の状況なんですが、相変わらず産業と商業は、需要が高い状態ですね。で、あとはその住宅がですね、若干メーターが出てきまして、それとね、ちょっと注目いただきたいのが、人口がね、かなり減ってしまいまして、なぜか。ここ土地開放して、ここに産業を作っただけなのに、そうですね、人口が減って、14万9000人までちょっと落ちてしまいましたので、ちょっと人口の方もですね、少し増やしていかないといけないなということで、今日はですね、ちょっと住宅の開発もですね、ぼちぼちやろうかなということで、この町の、北西部ですね、ここですね、このエリア。このエリアの、ちょっとこの辺りですね、ここをですね、実はちょっと造成工事を行いまして、ここですね。ここに住宅エリアをちょっと作っていこうかな、というふうに思ってます。それとですね、あと、こちら側ですね。商業も相変わらず需要が高いので、商業区域をちょっと作っていこうと思うんですが、埋め立て地のスペースもですね、だいぶ埋まってきてまして、ちょっと建てるスペースがあまりないんですけども、この辺りですね、この辺りに少しスペースがあるので、この辺りにちょっと作ってみようかなと思います。で、漁港の、拡張はですね、もう少しちょっと待って、やりたいなと思ってますので、もうしばらくお待ちください。それと、あと、こちら側ですね。産業エリアの方に、来る通勤の車ですね。だからやっぱりね、ここがどうしても混み合ってるので、この辺りにラウンドアバウトもう一個作ってですね、高速を通らないで通勤できるルートをですね、ちょっと、作ってあげようかなという感じですね。こっちの人たちがこっちの方に通勤できるように、していこうかなと思います。そしたらば、まずじゃあ住宅エリアの開発からやっていきましょうかね。はい、それではですね、今住宅エリアなどなどの開発がだいたい終わりましたので、ちょっとまずですね、そのあたりをご紹介していきたいと思います。まずこのエリアですね。埋め立てを行ったエリアなんですが、ここにですね、住居エリアを作ってみました。
ですね、まあ一応ね、地下鉄、これ地下鉄の駅なんですが、まあ、地下鉄の駅を中央に作りまして、あとは、そうですね、この高架道、高架道へのアクセスをここに作って、まあ、さらにその道路をですね、ちょっと伸ばして、こちらの方の、商業エリアですね、にアクセスできるようにちょっと変更してます。それによって、この辺りちょっと渋滞してたので、まあ、このラウンドアバウトを作って、まあ、こっちの方とのアクセスも良くなるようにちょっと変更してます。これで多分この辺りの流れも多少緩和されるんじゃないかと思うんですけども。で、あとはまあそうですね、学校、小学校を作ったりとか、まあこれ小学校なんですけど、あとここに高校をちょっと増設したりしてます。はい。で、あとはね、この辺りも若干建てたんですが、まあそれはいいか。で、あとは、こちら側ですね、産業エリアを、まあ、若干大きくしたのと、まあ、ここはね、もう仮設になるので、また後でね、この鉱物がなくなったら、一旦全部潰してですね、ここの、その、傾斜を全部削ってしまって、切り土ですね、切り土してしまって、まあ、フラットにしてからは、ここに大産業区域をちょっと作ろうかなと思ってますんで。で、あとこちらですね。ここにラウンドアバウトを作って、こちらの方の住民が、まあ、車で通勤できるように、ちょっと変更してます。まあ、これで多少では、まあ、ここ、車がね、減ってくれるかなと思うんですが、まあ、でもそんなに減らないでしょうね。やっぱりちょっと鉄道か、まあ、地下鉄か、そのあたりを整備する必要があるのかなとは思うんですけども、まあ、ちょっと様子を見ましょうかね。それと、あとこっちの湾岸エリアですね。湾岸エリアの方も少し整備を行いまして、ここですね。はい。ここに、まあ、貨物駅があるんですが、その貨物駅とこの高架道とのアクセスをよく しました。ここですね。であとこっちの方は、まあ、こっちの町の方に入る、そこから高架道に乗るように、まあ、ちょっと変更してます。で、この辺りに商業エリアをですね、ちょっと色塗りしてみました。ちょっと色塗ったところ見てないですね。こんな感じですね。この青いところが、高層、なんだ、高層商業区域かな。でね、ここにちょっと空き地があるんですけど、ここにね、ちょっと建てようかなっていうのがあったんで、それちょっと建てたいと思います。どうやったかな。このね、あ、これだ。これなんて読むんですかね。まあ、熱気球ツアー。まあ、これをちょっと、なんか建てようかなと。スペースがね、ちょうどいいスペースがあったんで、これちょっと建てようかなと。なんか、熱気球なんで、気球が飛んでいくんですかね、こっからピューとね。で、このエリアなんですけど、まあ、湾岸エリアで、結構いろんな、まあ、釣り堀とかあるんですけど、今地下鉄がね、ここかな、ここに1個あるだけなんで、まあ、ゆくゆくはちょっともう少し交通のアクセスを良くしたいなとは思ってます。まあ、路面電車をね、通そうと思ってるんですが、ちょっとまだ構想段階で、どういうルートで、まあ、行くかっていうのはちょっとまだ検証中ですね。まあ、検証中か検討中ですね。はい。まあ、こんな感じでちょっと変えてみました。で、あとちょっとね、色塗りした部分をご紹介すると、この辺は、まあ、産業区域もうちょっと増やそうかなということで、まだまだ需要はあるので、だからここね、色塗りまたしたので、結局車はね、もっと増えてくるんじゃないかと思います。で、あとこっちの住居エリアもこういう感じで色塗りが終了してます。そしたらば、ちょっとね、人口が14万9000人なので、
まあ、目標15万人回復ですね。それをちょっと見ていきたいと思います。じゃあちょっと時間進めましょうか。はい、それではですね、今ちょっと時間を進めて、まあ、建物の建つ状況をですね、まあ、見てたんですが、まあ、大体立ち並びましたかね。で、右下の人口の方をご注目いただきたいんですが、また15万人突破しましたね。まあ、なんとか15万人はキープできたんじゃないですかね。はい、じゃあちょっと街の状況をちょっと見ていきましょうか。まず先ほど、開発をしたですね、こちらの、住居エリアですね。まあまあ、住宅というか、マンションですかね、マンションがまあ立ち並んできて、まだね、そんなに、この幸福度というか、土地の価値というのはあんまり高くないみたいですけど、あんまりその高層化はまだしてないですね。でこちらの方に新たに作った駅の方は、まあ人だいぶ使ってもらってるんじゃないですかね。でちなみにこちらの路線なんですけども、地下鉄の路線はどこで見たらいいのか、これか、はい、ここですね。で一応ね、こっちの商業エリアの方に、まあ行ってるんですが、でここがね終点駅に今なってますので、こちらの方を通って、あれ、まあそうです、ちょっと見にくいですね。黄色いのがこのラインですね。でまあこっちの産業エリアですね。で実はねこれずっと向こうまでつながってまして、でこちらの、ターミナル駅ですね、この中央あたり、ちょっとどこにつなげたかもちょっとわからなくなってきましたね、あまりにも複雑すぎて。このあたりの駅から、まあ、マップをこう半周するような形で、ここまで来ている状況ですね。でゆくゆくは今ここに、まあ、ここが今終点駅になっているので、この路線をですねちょっと伸ばして、まあ、環状線っぽく、まあ、できたらなと思うんですが、まあ、新しく開放したね、こっちの東側のエリアにも、まあ、ゆくゆくは鉄道が、まあ、整備されると思うので、そちらの方の、まあ、アクセスもですね、ちょっと考えないといけないなという感じでしょうかね。はい。それと、今度は産業エリアですね。こちらの方はどんな感じでしょうかね、今。まあ、建物自身はね、もうかなり建ってますね。で、需要はまだかなりある状況ですね。ちょっとゴミマークが出てるので、ゴミ集積車がちょっと到着してないよということでしょうかね。まあ、原因はここの渋滞ですね。もう、これはすごい渋滞してんな。これはちょっときついですね。もう止まっちゃってますね、ここね。いやー、これはちょっときついな。これはね、ちょっとまあ、貨物駅とか、作ってちょっと解消させないと、ちょっとこれはきついですね、ここはね。
何か対策がいりますかね。まあ鉱山というか鉱石がまず全部採掘終わるまではこの状況でちょっと様子を見ようかなと思います。で、あとねこの辺もぼちぼち埋め立て行ってますんで、まあ埋め立てねかなりお金がいるんで、ちょっとねお金をまあ稼ぐのはまあ時間を進めないとたまらないんで、ちょっとまあね時間を進めつつお金を貯めつつ埋め立てつつみたいな、そういう感じでいきましょうかね。で、商業エリア、こちら開発したとこですね。湾岸エリアもどうですかね。まあ、結構ここも建物立ち並んでますね。うん、いい感じだと思います。で、車の流れもかなりいい感じになってるんじゃないですかね。ただちょっと気になるのが、この貨物駅があんまり使われてないように思うんですけどね。だからこの貨物駅が、実際使われ始めたらですね、この道路が、まあ、車、トラックですね、がすごく多くなるので、まあ、この辺が渋滞する可能性は、まあ、あるかなと思います。その場合はですね、こっちの方に行く、まあ、道路をもうちょっとなくして、ここ一通にするとか、まあ、そういう対策で、まあ行くしかないかなと思ってますけどね。まあ、だいぶ車増えてきましたね。よし。あと、ここにですね、まあ、気球ですかね。気球の、まあ、施設をですね、ちょっと作ったんですが、そうするとですね、ちょっとね、見ていただければわかると思うんですが、ここですね。今、ここか。空にね、気球がこう浮いて、すごい飛び始めましたね。これ、ああ、熱が出てますね。これ、熱気球ですね、完全にね。乗ってる人が何人いるのか。あんまり乗ってないっぽいですけどね。まあ、店員がどれぐらいかですけど。結構でかいんでね、もうちょっと乗れそうな気もしますけども。はい。まあ、これで、この街を空から見るツアーを、ま、やってるということですかね。まあ、ちょっとアクセスがここあんま良くないんで、もう少しちょっと、鉄道のですね、整備を今後していかないといけないなと思います。あれ？警察のマークが出てんな。犯罪マークですね。ここに警察あるんだけどな。警察署、ここにあるんだけど。目の前なのになんでこれ犯罪が起こってんだっていう話ですけどね。これもちょっと謎ですよね。あ、今警察来ましたね。あ、これで多分取り締まって、ああ、OK ですね。取り締まりましたね。よしよし。いい感じですね。はい、それではですね、今、ちょっと時間を進めてたんですが、こちらの方ですね、産業エリアをちょっと作ってですね、見たんですが、だいぶ経ってきましたね。で、それによりですね、もうこの渋滞がもうすごいことになってきましたね。いやー、これはすごいですね。完全に、まあ、止まってることはないんですが、もうこの辺りがすごい行列ができてまして、はい。なので、ちょっとこの辺りを少し改善させないといけないかなと思います。なので、まあ、次回はこの辺りをですね、ちょっとやっていきましょうかね。はい。そしたらですね、人口は、なんとか15万人キープできてますね。で、産業の方も、だいぶ需要が、満たされたようで、だいぶメーター減ってきましたね。で、相変わらず商業の方は、まあ、需要が多い
状況は続いてますので、まあ、そのあたりもちょっと解消していきたいなとは思っております。はい、そしたらですね、今日はこのあたりで、お別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。